ケメーニ・ヤーノ氏は、ハンガリーの貴族、トランシルバニア公。ハンガリー人貴族の子息として、トランシルバニアのマジャルビッケ氏に生まれ、トランシルバニア公国の、数多くの文官、武官職を歴任した。ベトレン・ガーボル、ラーコー・ツィジェルジ1世、ラーコー・ツィジェルジ2世の3人の公の知性の間に、ケメーニは、公の主要な顧問となり、 軍事遠征の司令官として1653年にモルダビアへ1657年に大洪水時代で騒乱状態にあったポーランドへ攻め入っている。特に後者はラーコーツジェルジ2世をポーランド王位につけようという狙いで行われた遠征だった。しかしオスマン帝国はジェルジ2世のポーランドに対する野心に反対しいかなる軍事行動も禁じた。オスマン帝国から 禁止命令が出ると、ケメイニもジェルジ2世の無抵権なポーランド新軍に反対し、心ならずも遠征の司令官を務めた。ケメイニの軍勢は同盟者のスウェーデン軍に見捨てられ、トルコの属国であるクリミアタタールに捕らえられた。ジェルジ2世もポーランド軍に敗北して、トランシルバニアへ返され、遠征は無残な敗北に終わった。 ケメには1659年8月までタタールに抑留されており、莫大並みの白金を支払って、ようやく解放された。バフチサライで、遊兵生活を送っていた時にハンガリー語の自助伝を執筆。この自助伝は17世紀のトランシルバニアにおける、回想録文学の最高傑作の一つとされている。 トランシルバニアに戻ると、懸命には、大尉を嫌がる、ジェルジ2世の野心、行為を望む人々、トランスシルバニアに不名誉な軍事遠征を行った、ことへの懲罰を加えようとする、オスマン帝国によって広国が、バラバラに分裂しているのを知った。オスマン宮廷は、トランシルバニア広国が有する、広国の統治者を、自分たちで選ぶ権利を、はっきりと無視した。トルコ軍と、 その同盟者クリミアタタールのトランシルバニアへの信仰とその成功は、ケメーニの目にはトランシルバニアの自治の終焉と移り、公国の自治を守るためには、ハプスブルク帝国の支援を受けるしかないと考えるようになった。1660年にジェルジ2世が戦死、トルコ人の後ろ盾で即位したバルチャヤ・アーコシュが退位させられた後、 ケメーニは1661年1月1日にトランシルバニア議会によって公に選出され、4月にケメーニ主導の下でトランシルバニア議会はオスマン帝国からの分離を宣言、ウィーン宮廷に支援を求めた。報復として圧倒的な強さを誇るトルコ軍とタタールが6月にトランシルバニアに攻め込み、ケメーニの軍勢を撃破して彼を王領ハンガリーに追放。 アパフィ・ミハー・イッセイを公に選んだ。懸命には9月上旬、オーストリアのライモンド・モンテクッコリ将軍の支援を受けてトランシルバニアに戻ったが、すぐにオーストリア軍から見捨てられてしまい、翌1662年のナジスル州でのトルコ人との戦いで戦死した。その後、アパフィ・ミハー・イッセイが単独のトランシルバニア公となった。ありがとうございます。